エボナイト製品の例エボナイトはゴムの一形態である。固く光沢を持ったゴムで外観が黒炭に似ていることからエボナイトと呼ばれる。開発者はチャールズ・グッド・イヤーであり、生ゴムを長時間加流して硬化させたものである。含留率は30%から40%に及ぶ。エボナイトは耐光性、耐酸性、耐アルカリ性に優れ。 また機械的強度が強い。ボーリングの玉や万年筆の軸、インク供給部フィード、サクソフォン、クラリネットといった楽器のマウスピースや喫煙用パイプのマウスピースに用いられている。絶縁性も極めて高く、かつては電材として絶縁体に用いられてきたが、現在ではより加工の容易な他の材料にとって変わられている。黒い色をしている製品が多いが、 マーブル柄などの色エボナイトも存在する。見た目や質感は似ているが、いわゆるプラスチックとは異なるものであり、あくまでゴムの一種であり、天然樹脂に分類されるものである。万年筆の軸に使われる素材は他にも、レジンやセルロイドがあるが、エボナイトで作られたものが最も製品的に優れていると言われている。材質が希少であるため、現在はエボナイトでレギュラー品を製作するメーカーは、 少なく一部のメーカーが軸などにエボナイトを使用する程度である。ありがとうございます。